今回はミスタードーナツで1月5日から新発売されたクリームブリュレドーナツ2種類紹介します。お値段はどちらも税込み172円になります。はい、こちら手前に見えてる方がクリームブリュレドーナツのアップルシナモンです。そして奥こちらに見えてるのがクリームブリュレドーナツになります。はい、こちらの商品はお店で一つずつバーナーで炙って作っている商品だそうです。そしてミスタードーナツの中でドーナツをバーナーで炙る商品っていうのは今回このクリームブリュレドーナツが初めてだそうです。こちらのドーナツは他のドーナツと違って特別感がすごく、なんとドーナツを購入するとナイフとフォークがついてきます。これを使って食べてくださいっていうことです。はい、ね、なんかすごい高級なドーナツって感じがします。そしてそんな高級な感じなドーナツにもかかわらず、なんとこの前購入したこのこちらミスド福袋2016に入っていたドーナツ by 引き換えカード、これと交換することができます。はい、なのですっごいお得だと思います。はい、では今から早速いただきます。あ、すごい表面ここ、ね、パリパリになってます。クリームブリュレみたいにこうお砂糖の膜みたいなのが張ってます。あ、すごいカリッてしてる。おお、しかも生地がねふわふわですね。見ね、なんか抹茶色なんで硬いのかなと思ってたんですけど、こうカットしてみるとすごいふわふわです。あ、どんな風になってるんだろう。中はねこんな風になってますね。はい、ちょっと持ち上げてみます。ちょっと中は説明ですとシューの生地らしいです。なのでふわふわのタイプのドーナツになります。片方も見てみましょう。こんな感じ。お、中はほぼ空洞？ああ、こんな感じですね。ほんと、はい。シュークリームの皮みたいに、中に大きい空洞があります。そして、ドーナツの真ん中の穴の開いてる部分にカスタードクリームと上にリンゴが乗っているっていう風になっています。はい。では、いただきます。あ、これめっちゃ美味しいです。見た感じ、ドーナツの上にお砂糖がかかってて、キャラメリゼしてあって、焦がしてあるので、こう甘くて重たそうな雰囲気がしてたんですけども、実際食べてみると、生地はシュー側なんでふわふわですごい軽い食感です。で、キャラメリゼもめっちゃパリパリですっごい美味しいです。アップルパイを食べてるようなそんな感じです。はい。意外とね、ほんで甘くないですね。このふわふわっとした食感のせいなのかもしれないですけれども、後味も甘さはそれほど感じないですね。こっちはクリームブリュレドーナツ。向こうがアップルシナモンって書いてあるので、その何もないシンプルなタイプのものになるのかな。あ、お皿から出さないとね。こちらのドーナツですね。上にかかってるお砂糖が時間が経ったりとか、あったかいとこに置いてあると、どんどん溶けてくるそうです。はい。なので、早めに食べてくださいね。って、お店の方から教えてもらいました。まだ持って帰ってきて、そんなに時間経ってないですけど、ちょっと溶けてきてますね。こんな感じね。プリンのカラメルソースみたいなのが出てきてます。では、クリームブリュレドーナツも、今からカットしてみます。こっちもね、ふわふわ、ポッ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 って感じね。こちらもこんな感じで、生地はシュー側で、で真ん中にカスタードクリームが入ってます。はい、ね、こんなんです。うん、こちらもふわふわっとした食感になってます。カラメルの味がすごく強く感じられる商品になってますね。カラメルの焦げたちょっと苦味のあるほろ苦のドーナツになっています。はい、こちらもすごく美味しいです。はい、こちらのクリームブリュレドーナツは期間限定の商品になっています。気になる方はお早めにミスタードーナツ行って食べてみてください。期間限定なのがもったいないぐらい美味しい商品になってます。